ミク、いるかな？あれ？イチか？あ、ミク！よかった。すぐに会えて。どうしたの？練習の時間には、まだ早いんじゃない？そうなんだけど、その前に、ちょっとミクと話したいことがあるんだ。話したいこと？うん。今ね、この間話したライブの準備を進めてるんだけど、それで思ったことがあるの。歌が、音楽が、私をたくさんの人とつなげて、出会わせてくれたんだなって。でも、その中でも一番、ミクが私を、たくさんの人と、それに、一番大事な友達とつなげてくれたんだって。だから、ミクにお礼を言いたいなって思ってきたんだ。いちか。って、前にも同じようなことを言ったっけ。ふふ、確かに。ミクの歌ってすごいね。私たちをつなぎ止めてくれただけじゃなくて、新しい出会いもくれた。きっとこれからも、ミクのおかげで、いろんな人とつながっていけると思う。あの時もイチカは、真剣な顔で、お礼を言ってくれたね。だけど、イチカがたくさんの人とつながれたのは、私や、イチカの世界の私の力だけじゃないよ。イチカが自分の思いに真剣に向き合って頑張ってきたからだと思う。ミク。それにね、私はイチカだってすごいと思うよ。だって、イチカもたくさんの人をつなげてるから。私が？うん？イチカは、パラパラになったレオニードのみんなを、もう一度繋げようとしてたでしょ？でも、あの時はサキが頑張ってくれてたし、私だけの力ってわけじゃ。じゃあ、あの二人のことはどうかな？離れ離れになるしかなかった、二人の兄弟。二人のために、何かしてあげたいって思って、一生懸命、歌詞を書いたよね。それで、二人はまた繋がれた。だから一個だって、誰かと誰かを繋げることができてるんだよ。一個が憧れた。一個の世界の私みたいにね。私が、ミクみたいに。私、できてたんだ。ミクみたいに、誰かをつなげること。そうだよ。それに、イチカなら、もっとできるよ。これからも、もっとたくさんの人の心を、音楽で震わせて、思いを届けて。そしてきっと、誰かと誰かが繋がるきっかけになる歌を歌っていける。私はそう思うよ。そっか。ありがとう、ミク。私、これからも頑張るよ。ミクから教えてもらったことを大切にして、これからも、もっと多くの人を音楽でつなげていく。うん。応援してるよ、イチカ。あ、ミクぴょーん、ここにいたんだ。リン、どうかしたの？ちょっと手伝ってほしいなーって、向こうで
教室の片付けをしてるんだ。そうなの？私も手伝おうか？いちかはこの後練習でしょ？体力は大事なライブに向けて使わなきゃ。それじゃ、またね、いちか。ライブ、楽しみにしてるよ。バイバーイ、いち。準備頑張ってねー。私が、ミクみたいに、か。そんなこと、考えたことなかったな。私にとって、ミクはずっと憧れで、自分とは全然違うって思ってたから。今回のライブは、いろんな人への感謝を込めてのライブだけど、できれば、ミクには、もっと特別なお礼をしたいな。何がいいかな。もっとミクに喜んでもらえるようなこと。私、この曲を通して、いちかたちの世界で、みんなと一緒に歌えるんだ。ミク？もちろん、私と、いちかの世界の私は違うけど、なんだか、この曲を聴いてると、みんなと私が繋がってるような気がするよ。あ。お、いっちゃん、もう来てたんだ。やる気十分だね。さっき、みんな。ねえ、みんな。今度のライブのことで、ちょっと提案があるんだ。提案？うん。本当にできるかはまだわからないんだけど。でも、やってみたくて。なになに？聞かせて！実はね。